皆さんこんにちは、 IWJ の高橋則明です。こんにちは、 IWJ の奇跡エマです。本日はよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマはこちらです。東京都知事選の争点、築地市場移転問題の実態に迫るということで、中澤誠さん、それから水谷勝子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中澤さんは東京中央市場労働組合の執行委員長。ああ、執行委員長になったんですね。はい、ということで、もうでもずっと初期長でもいいよ、あのカザフィ大佐みたいにね。まともと初期長で、未だに違和感ある。あの仲卸の仕事に従事されてもう30年ぐらい。そうです、30年ぐらいだな。うん、ですよね。はい、この東京築地市場の移転問題に携われたどれぐらい経ちますかね。うん、ね、2006年の6月ぐらいからだから。あ、もうじゃ本当に10年。そう、ちょうど10年ぐらい。なるほど。うん、今日はよろしくお願いします。よろしくお隣が水野屋さんです。はい、一級建築士でいらっしゃって、水野さんご自身は土壌汚染の観点からこの、移転問題に関わっていらっしゃるんですよね。そうですね。土壌汚染だけではなくて、あの、地盤沈下とかですね、軟弱地盤問題も一応調べたりいたしました。はい、水野さんご自身はこの問題に取り組まれてからどれぐらい、何年前から、約8年ぐらいになります。はい、もうじゃあお二人とも10年8年、うん、この問題に取り組まれてきたと。はい、今日はこのお二人をお招きして、東京都知事選の争点にすべき問題ということで、うん、築地市場の移転問題の実態に迫ろうと思います。お二人が着てる T シャツちょっと気になるんですけどの豊洲と、はいはい、中澤さんの T シャツにあって、はい、水根さんの T シャツの方は、はい、イエス、イエス、イエスです。はい、実はこう後ろ前逆に着ているのですこれ本当は背中なんです。背中ですね。そうです。ちょっと今日はお見せしたいなと思って逆に着てみますメッセージ性たっぷりで、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、この東京市場移転問題、あの知事選が始まった直後はですね、なかなか争点にならなかったんですけれども、うん、ここに来て、ようやく争点になり始めたということで、うん、まずは都知事選各候補者のですね、この問題点に対するスタンス、これから見ていきたいと思います。1人目、鳥越さんなんですけれども、あ、じゃあちょっと、はい、こちらちょっと分かります。はい、野党統一候補鳥越俊太郎さんの、築地市場に対するスタンス、発表した公約の中で築地問題に関する言及はしていません。ただですね、延期は当然ですね、土壌汚染の問題があるし、きちっと精査しなければならない。これから年末に向かって築地市場が1年で一番忙しい時期に移転しようという、商売のあり方を変えることはちょっと無理でしょう。これ19日の新聞赤旗のインタビューに答えてこのように言っています。それから、私が知事になったら本当に土壌汚染があるのかどうかということを確かめつつ、仲買人の人たちにもちゃんと耳を傾けて、本当に問題があるんだったら中断、先延ばしもあり得る。これはあの同じ、フジテレビバイキングでの発言になっています。いかがですか、こういうふうに鳥越さんは発言してますけど。うん、まあ、まあね、分からないだろうからここまでだとは思います。これ分からない、うん、こういうことについて、じゃ 誰に聞けば、私に聞けばもうね、分かるんですけど、情報がない中で何か言うとなればここまでだとは思います。鳥越さんに関してはもともと宇都宮健児さんの政策を引き継ぐという、うん、まあ、2人の間で その約束事があって、うん、まあ、今回宇都宮さんご自身は辞退されましたけれども、うんうん、宇都宮さんご自身はこう主張されてましたね。はい、宇都宮健児さんの主張、7月11日まだ出馬を取り下げる前の話です。豊洲は東日本大震災が起こった時に液状化現象が起こり、そこで地中から汚染物質が地上にあふれてしまった。土壌汚染対策そのものが極めて不十分なので、築地移転は中断し、土壌の再検査を行うというふうに発言されています。かなり踏み込んで断言されて、問題点の本質を述べた感じだと思うんですけれども、まあ、その宇都宮さんがですね、まあ、鳥越さんとは出馬見送り会見でこういうふうに約束してるんですよね。はい、鳥越氏はその政策をすべて受け入れるということだった。うん、会見での、政策を鳥越さんにお見せした後で、の反応の話です。誰かが政治的決断をしなければいけない。
都民にとっても大きな財政負担になる。築地の活性化のために商店街を活性化するべき。私が都知事になったら現場に足を運んで意見を取り入れ政策に反映したい。これは2014年1月25日の対話集会での発言とあります。これまで皆さんが行ってきた集会にも宇都宮さんは出席されてました、参加されてましたけれども、ね、どんどん参加してるんで、というか一緒にこの運動を進めてきてやってきた人なので。中澤さんたちがやってたところに宇都宮さんがいらっしゃったんですか。うん、そうですそうです、パレード実行委員会、デモのね実行委員会、移転反対のデモの実行委員会ありまして、日本消費者連盟とか私たちの労働組合とかね、が婦人団体とかでやってるんですけど、それも賛同人ということで、デモも何回か来てくれてる ね、 ね、2回か3回来てくれる、それからシンポジウムは3回今までやってるんですけど全部、壇上に上がって、発言もされてますし、だから、まあ、もう情報量がね他の方とは、もう圧倒的に違いますよね。宇都宮さんが初めて訪れたっていうのはいつ頃の話なんですか。いや、宇都宮さんが築地の問題と関わったのは一番初めに立候補された時。あ、うん、であの時はもう全く分からなかったんですよ、うん、でそれで、まあ、落選になった後に、その、まあ、掲げた政策のね問題は市民運動とかでそういうのがあればどんどん関わっていくということで、築地の問題もその後もずっと勉強されて、だから去年か去年のシンポジウムの時にね、まあ、しばらくぶりだったんですけど、ファイルがね分厚いファイルがどんと持ってて、つまり選挙の後のいろんな新聞の記事とかそういったものも全部ファイルして築地のファイル持っておられたんで、あ、ちゃんと追いかけてくれてたんだと思ってね、その後もう、ほぼ同志みたいな感じで、もう同志同志、本当にぶっちゃけいかがでしたか、今回の都知事選の流れの中で、最初はまあ出馬されるっていうお話されてましたけれども、まあ、その後辞退されたわけですが、いやノーコメントやっぱりね宇都宮都知事見たかったけど、ただ今ね、今日になってみればこの次の都知事というのはこの築地の問題、オリンピックの問題でこれ袋叩きになる役なんですよ、はい、本当は猪瀬さんがそうなる役だったんだけど途中で辞められたので、今度なる方が誰であれね、これ築地の移転だって行ったって戻ったって袋叩きですから、止めたって何したってね絶対誰かが文句が出る状況なんですよ。だからこのタイミングであんまりやらしたくなかったので、あーなるほど、そうだから、あ、よかったかなっていうね、なるほど、気持ちもちょっとそこだけ見ればとはある、まあ、それだけ築地問題、築地の移転問題自体が、もう待ったなしですし、もう最悪のところにもうなっちゃってるんですよね、でこのままってわけにはいかないけど、行っても戻ってもここで例えば辞めたってなればここまでお金突っ込んできた人たちがどうしてくれるんだって話になるし、このまま無理やり進めれば今度その大混乱になるしね、だからこれ混乱なく収める方法はないんですよ、もうないんです。水野さんはどう感じられました、宇都宮さんとは去年の夏のシンポジウムで汚染問題について私が発言したのを受けて、これは大問題ではないかってすぐ反応されて、ですから汚染、特に土壌汚染に問題があるという認識はすごく深くお持ちでした。それからずっといろいろ資料を出してますけども、それも全部伝わっておりますので、特に汚染問題大変ですよっていうふうな認識されていたのは本当に心強いですね。ですから今度の今回の選挙はもう本当に争点にすべきだったので、まあ、宇都宮さんがお出になれば当然争点ということで出てたということを思いますけども、ただまあ、お辞めになって辞退されたけども、なんとかこう争点という点では引き継がれたと思って本当に感謝しています。なるほど、まあ、もし仮に鳥越さんが選ばれた場合は、副知事としてのポジションもあり得るんじゃないかっていう話も出たんですけれども、
あんまりそれは、なんか、なんだろうな、なぜかわかんないけど、その話はあんまり私は嬉しくなかったな。嬉しくなかった。うん、副知事っていう、そうなんか失礼じゃねえかなっていうかね、両方にね、鳥越さんと、うん、それはまあ、やっぱりこれまでずっと宇都宮さんが知事になるために準備してきた期間があったわけで、それをこう、うん、なんか副知事という形で、うん、なんかね、うん、変な妥協策というかね、まあ、それは周りが言うことではないよう な感じはしてた。分かりました、うん、さあそういった中でなかなか争点化しなかったこの築地移転問題なんですけれども、昨日22日なんですけれども、うんうん、この方が突然築地にやってきました、うんうん、はい、小池百合子候補ですね、発表した公約での築地問題は、こちらもありませんでした。言及は、22日昨日主要3候補の中では初めて築地を視察、一旦立ち止まることがまず重要言いました。一旦立ち止まることが重要、うんうん、はい、本物の合意、本物の一連のプロセスで戸川と市場関係者の間での本物の合意形成かはかなり疑わしい。まず11月7日までにありとあらゆる話を聞く。8月には卸売市場法に基づく審査、その次に安全かどうかの確認、それらを睨みながら、同時に外環道の建設も待ったなしですから、お尻が決まっているというのも理解しつつ、多くの声を聞きながらソリューションを見つけていきたいというふうに述べていました。まずお二人の感想からちょっと聞かせていただけますか。あ、どうぞ、うん、いや、微妙な言い方はしてね、逃げられるようには発言してて、まあ、それは政治家の結構ね大事な資質で、それはそうなんですけども、ね、現場から言わせてもらうと、これ誰がなってもね、延期しないと無理です多分。だって現時点で駐車場の料金も決まってないんですよ。うん、そういう状況で、施設の使用料も決まってない、ちゃんとはね、ある部分は決まってるけども、ちゃんと決まってないっていう、そういうもう考えられないような状況で、あと4ヶ月後に会場とかね、そんなありえないですよ、うん、で、これでね、一番中の人たちがどう反応するかなと思って、うん、おいでになる前は小池さんね、ある程度一定支持高かったの、かなり高かったの、うん、でね、来て支持が上がったかったんです、そんなことなかった。支持っていうのは市場の中で、市場の中で、なんとなくいろんな人に聞いて、うん、とね、こう票を取りに来たっていうね、うん、感じが、だって何もやってないんだもん今までなんかね、やってれば別だけど、突然こういう時に来るのに票をもらいに来たっていう印象で、このことで支持は上がってはいないですね。うん、うん、ただ誰かが支持されて、宇都宮さんすごい支持されてたの、うん、だけども宇都宮さん降りられたんで、うん、この子だから誰が特に支持も得てるっていうわけでもないから、なんかこうモヤモヤはしてる。ただ、うん、立ち止まるということをおっしゃったと、うん、で鳥越さんもまあね、そういったことをおっしゃってると、どちらが都知事になっても延期することがもしかしたら決まってしまったとすると、勝ったのは宇都宮検事さんかなと、うんうん、だって誰もそんな政策なかったのに、結局政策なかった人たちが言い出してるわけですよね、うん、だからこれは勝利者は宇都宮検事さんだなという感じがしてますけど、うん、あと、うん、まあ中であんまり信用されていなかったっていうのは、まあ、変わり身が激しいっていうところがまずベースにあっているんだと思うんですけども、そもそも自民党の都連の幹部だったわけですから、状態は全部知ってるわけですよね、でなんか取ってつけたようにこの発言が出たっていうのがやっぱりちょっと不自然で、どこまで信用していいのかよく分かんないっていうのは、まあ、皆さんの中にあるんだろうと思います。ただ争点になったっていう点ではありがとうみたいな感じですけど、はい、実はこの現場私が行ってきたんですけれども、うん、彼女、小池さんご自身がこの移転問題は大きな争点にすべきだってことをはっきりおっしゃってました、うん、だそういう意味ではここに来て、うん、まあ残り2週間あ1週間ですけれども、うん、残り1週間ですけれども都知事選の中でこれを築地移転問題を争点にするという、うん、まあいいきっかけにはなってる、うん、だから自分で争点にするって言いながらはっきりものをおっしゃらないのね、うん、これも変な話だけどね、これ本当、うん